兄上が傍らにいる。それだけで魂が熱くたぎるのを感じます。我らでサナダの戦を天下に示そう。いいか。まずはサナダ丸に敵を引きつけるぞ。 これでよいのです。その覚悟確かめさせていただきます。今のうちに別動隊は徳川の背後に回り込むのだ。よし、敵に蹴取られぬよう進め。腕だけは確かだね。 団結こそが勝利の鍵。総大将たる私が出ねば話にならぬ。敵増援。秀頼が出てきたか。この機を逃すな。近づくで真田丸を落とせ。 正面から攻めるばかりとは芸がないわ。行くぞ小次郎。三の丸を抜け。敵増援。やるしかないか。感服いたします。 我らは一度引き別動隊と合流します。奥の手だ。新手が来たか。だがサナダ丸を抜かせはしない。なんだ俺が。 この豪の者がいようとは。情けよ。すぐ楽にしてやるわ。ダイソー。やれやれ。 一緒に戦ってる。あとは私。さあって、張り切ってお仕事お仕事っと。
攻撃の雨に紛れ三の丸から侵入する。雪村、待っていろ。開門。 力を借りるほかあるまい。 Yeah!
心の信じるままに戦う信行殿にこそ義はふさわしい。何を言われる。直江山城の義はそれほどたやすく捨てられるものか。私の義は気にはさせん。世を乱す魔物よ、私が相手だ。こう本物の女に合わせてやる。真田と交戦した撤退の理由には十分です。お引きを。これで家名は守られる。雪村、魂を追った私を許してくれるのか。私は金継ぐ、己の疑心に従え。これより上杉は真田に預く。徳川の背後を取ったぞ家康、覚悟！味方援軍！あとは私に。バカな！いつの間に！開門！肉を切らせて骨を断つ！徳川軍を打ち崩せ！さすがは兄上、鮮やかな身のこなし。ヒデタダ様、お引きください。ここはお任せ。開門！この国は燃えがかり。だが、大切なもんを忘れちゃいないかね。進軍開始！敗北条件変更。ヒデタダ、ここは通さぬ。お見せしよう。
おお、やるではないか。我らは負けぬ。意と愛がある限り。開門。敵本陣への道は開けた。家康様、参ります。心のままに戦うか。おじさんにはかえって難しいね。家康様のご恩、忘れたことはございません。それでも私は。良いのだ、Nobuyuki。殿が信念に従え。家康様。救援要請したい。やぬるかな。急げ。これで少しは楽になるか。真田の勝利、絆の勝利です。ああ、勝利を分かち合える者がいてこそ本当の勝利なのだな。